諏訪湖です。うつむ氏が出張と異なので、代わりに私がプレイさせていただきます。よろしくお願いします。今回はステージ2の赤ダイヤを入手するため、このぶっ飛びサーフィンから行ける隠しルートの目の前まで来ました。今、まさにそう入っていきましたよ。私はクラッシュ2の経験者なんですが、本当このゲームと長く戦っていました。特にこの雪山ステージ、パーフェクトを狙うものの他のくらい難しいのがこのゲームの売りだったりするかもです。あの敵さえはハリネズミの肉。近づくと怒って襲ってきます。無論、ピンで突破なんてできません。おとなしくなった時が攻撃のチャンス。ほんと、敵さんの攻略を理解できれば、苦しくないですね。ここのはスピンで倒そう。ブースーが終われば、雪が積もった気象ですかい。風で覆われていて見えづらいですが、ワンパフルーツとアクアクさんがあります。取っておきましょう。無理にはスピン中にも攻撃ができるみたいですよ。場外いたところの上にキャラクタートークンがありましたが、私自身も取ったことがないのでスルーしました。すみません。ここのびっくりマーク箱を起動させてっと。ほら、鉄ブロックになりましたね。ここにアクアクさんとトークンがありますよ。アクアクさんを持ち越しているとここでも無敵になれますよ。鉄ブロックはスピンで止まりながら飛んで進む。あら、また無敵になりましたよ。へーへー、ギリン落ちの柱も怖くない。でも、穴に落ちてしまえば無敵でもそれは無理ですよね。穴に落ちても無敵だったらチートでしょうね。はい、ここに繋がってました。あとはゴールするんですね。あ、実況中すみませんか。私、呼ばれたので行ってきます。赤ダイヤを獲得できたのでここまで。次回も見てね。